陣外が残り2で7人盤面なんで、うん、あんまりここ僕は釣りたくはない気がするんですけど、どうですか、わかんない。俺それ弟の机のなんか学習机の引き出しの中にアナコンダ大将で書いてさ、ゴキブリが入ったビニール袋を入れといた覚えがあるんだけど、その後の話を何も知らないんだよな。どうなったんだろうあれ。はい、ナイス、ナイス。みんなエンジンルームの歌ばっかり歌ってさ、エンジンルームの歌、エンジンルームの歌ばっかり、うん、エンジンルームの歌ばっかりじゃん。なんで、何が不満なの、ナナコ的に。俺の美しい上には誰も歌ってくれないって。天使オリジナルソングばっかり。ムラムラ、ムラムラスムラです。あ、ムラムラスムラ、ムラムラスムラばっかり。俺の美しい上には歌ってくれないくせに。ちょっと違う。じゃあヒットソングでも一個編み出してみろよ。ちくしょう、ちくしょう。いつか絶対ファーストのあのなんか収録するやつ出るんだから。エンジンルームで僕は生まれた。エンジンネロメサンタケ。シェリー、シェリフです。ドゥーン、シェリー、シェリフです。ドゥーン。あ、ネロちゃんはなんでアップロードしたかな。ああ、梅健が死んでます。梅健さん見てます。ガミがキッチン脇セキュリティ流れてテープタスク終わった時にエレキからセキュに来ました。はい、あ、そうなんだ。なんか、はい、エレキの中で見たんだけど、伊豆梅健かな。じゃあったっけ。武雄さんは僕見てます。僕は梅健さん見てないです。伊豆さんはどういう動き、うん、武雄さんとエレキですれ違った後メインダンシスタスクで、そっから覚え行こうとしたけど、まあ、キルクル的に怖かったからシャワーアーカイブ昇降機右で停電直そうと思ったら誰かが直してて、で登って帰ったらアーカイブの畑さんがいたって感じ。なるほど、はい。ネロちゃんってアップロードした？うん、ネロ、ネロサントスからゲンは白出せます。ネロサントスからゲンは白出せます。勝手に白もらってるんですよ。ゲンからネロサントス白ですって。え、サントスさんとネロちゃんってゲンさん無理だと思う？うん、無理。ほぼ無理。あ、じゃ あの僕からその3人に白を出せる。ネロ、ゲン、サントス。高田さんどこにいます？俺コックピット。うん、まあ、そうだよな。あ、ですね、バイタル情報もあって、停電明けは全員生きてました。6秒以内ぐらいですね。私の最後の位置がキッチンと石油 の通路入るか入らないかぐらいの位置なんですね。でなので梅健さんここに来ないっていう前提があれば私まで死は大丈夫です。じゃあ絶対に3死です。してあ、いや絶対よね、絶対じゃない。俺から畑さんは白出せるわ。これ7個も難しそう。これは無理じゃない？ミーティングでボタン押してんだから。そうね、むずいと思うよ。手で入る前にエレキの中いたから梅健さん。僕も出ますか白。梅健さんが左に来てないければ大丈夫や。サントスさんって僕が武器庫の下に入ってくのを見て、でそこ終わってキッチン行った時に展望からゲンさんが出てきて僕それとすれ違ってるんですけど、無理じゃないですか。ゲンさんキッチン席間扉どうだった？キッチン席間の扉開いてます。てか僕が席が入って切って戻るって時間あります？あといいですか。多分僕視点からガミさんに資料が出せて、僕もちょっとバイタル見たんですよ。停電なるぐらいかな。でその後に、みんな生きててガミさんとエレキの9番ですれ違ったんですよ。はい、はい、でその時はガミさんキルできるとしたらアッサリスクぐらいしかなかったと思うんで、まあ普通に梅健さんそこにはいないはずなんで。これって結局高田さんの白出ます？俺がコクピット入っていくのは多分メーネロから見られてる。あ、高田さんは多分ね、ほぼ無理だと俺は思っているから。あ、そうなんだ。そうです。じゃあなんか旗だけじゃない？普通にサントスさんぶった切ります。確実に人外です。サントスさん視点で俺に白が出ないのは悪いけど絶対に人外です。サントスさんは
サントスさん視点で、あのタイミングで俺に白が出ないのは絶対に人外です。はい、はい、あれ片底からいずれ白って言ってなかったっけ、違ったっけ。そこが逆 ではないかなって感じになりました。停電直った時点で多分畑さんがアーカイブにいて、僕は昇降機右にいて、そこからアーカイブに戻ったら畑さんがいて、僕シャワーの方に行くだって終了やったから、なんか梅源さんが大移動してない限り畑さんは自視点厳しいですね。ガミさんのバイタルがせいなら、一応伊豆さんはその昇降機右弁当があるなっていうくらい、でもやりにくいとは思います。時系列的に梅健さんってエレキいたはずだからメインには上がってそうなんだけど、ガミさん的にどう思う？結構あったの初動なんで、セキュ来るとしたらテープ足す。ああ、伊豆さんも梅健さんって見てないの？僕見てないっすね。竹尾さんとすれ違ったのは覚えてんすけど、梅健さんの方が前走ってたみたいな感じなん、まあ、それか僕が全然いない人を言ってるかどうかな。ガミはエレキから席に入ってくる梅剣と序盤にすれ違ったの？テープタスクだけやって終わってエレキ側行くときに席に入ってくる梅剣さんとすれ違ったっ。あ、エレキから席に行ったんすね。はい、で勝ちやって竹尾さんとすれ違ってバイタル見てエレキ戻って終了みたいな。源さんが最後の瞬間だけ言うから、梅剣さんはさっきの話で行って帰ってくるは無理だから終了。でも停電直してんの 100% 源さんなんですよ。ですてか僕からその3人多分基本無理だと思いますよ。ああ、じゃあ、そうだから源さん疑うのかなりあれかなと思っちゃうレベルで待機してた。まあ、じゃあワンチャンできるのは明弥さんだけど、明弥さんも結構動きとしては結構しない。いや、明弥さんの方が多分できない。あ、ガミさん の、うん、あのバイタルってどうでしたっけ、6秒いないぐらい。死んでなかったとしてみたら全員いかもしれない。死んでなかったですよね。まあ、だから私の頂上筋切るとかも一応可能ちゃう。そうそう、座手だけできちゃうけど、でもめっちゃ狭いから優先順位は、あのかなり下の方、うん、6秒以内だったら梅剣が昇降機右にいないと優先切れないから結構難しいと思います、ね、いや、なんか自分でのもあれやけど、メインで切って昇降機右にベント飛んで、あとそこから移動っていうのはできる。あ、ね、あと逆にそう、ま、あれだ、ナミさんのバイタル情報新前提だと私のキルは可能だが、メイヤさんのキルは否定できます、私の方から。なんかちょっと梅剣さんのルートが僕視点おかしいような気がするんだけど、神さんと若干対抗気味になってる気がするんだけど、エレキで合ってる時間が神さんとずれてる気がする。全言撤回します。サントスさんは怪しくないです。さんのルート確認したいんですけど、ガミさんはエレキからセキュに入ってくる梅剣さん見たんですか？そうですと、すれ違ってエレキに行ったのが僕で、梅剣さんはセキュに残してると思ってます。で、それからガミさん勝ちタスク、はい、勝ちやって竹尾さんすれ違ってバイタル行ってですね。梅剣さんタスクやってからメインに行く時間ないかなって。いや、そうだよね。なんかその話だと僕が、エレキで8番あたりで梅剣さんとすれ違って、で、勝ちタスクやってバイタル見てガミさんと9番ですれ違ってになるから、なんか梅剣さんそんなメインまで行けなくなっちゃうから、隠してちょっとおかしいなと思っちゃう。鬼気的には誰との、いや、そうそう、だから伊豆さんができなくなっちゃわないと思って。え、ガミは鬼気と2回すれ違ったの？え、1回だけ。いや、1回。あ、1回だな。そう、竹尾さんが8番で見た梅剣さんがそのまま石油に来た。そう、っていう流れだよね。そしたら伊豆さんキルできなくねって思っちゃうんだけど。あ、それはそうすると僕視点ちょっとおかしくなっちゃうから、僕しか容疑者がいなくなっちゃうからおかしいっていう。僕
はなんかそうですね、武雄さんかそれこそさっき言ってた源さんの超直近かなって思ってましたけど、まあそうね、源さんの超直近ぐらいじゃないですか多分鬼決め。ガミさん視点で終えるならそうですけど、むずいな。もうサントスさんが若干源さんに白出して出しそうな感じだったよ、ね、いやでもね出す、でもね源さんはね白っぽいの分かるのよ、うん、俺も左で見、多分源さんの死人ってネロサントスメイヤとかだからあるから、うん、4人から死人されてんだよね、うん、キッチンで。てか俺があのキッチンから店舗に入るタイミングで源さんサントスネロちゃんの順だったかな、でもうほぼなんか並走、うん、並走とは言わないけどもうポンポンポンぐらいの感覚ですれ違ってるイメージだから、うんうん、原産は切りにくいとは思っちゃうんですよね。じゃあ僕のまとめなんですけど、神さんは切ってはなさそうだけどなんか位置ずらしてんのかなとは思いました。なるほど、うん、はい、うん、そうじゃなきゃ僕以外なんか容疑者が原産ぐらいしか。この場合は伊豆だけじゃない、どっちにし、いや、まあ、メインの方に行ってる伊豆さんは、そうメインの方に神さんがクルーだったら伊豆さんが白だ。まあ基本は本戦は鬼気かなって感じかな。綺麗な配線だ。やべ、エレキの勝ち助けが良かったな。キルクールが今開けたぐらいですかね多分。ゴミソン、あら、あれ？ゲンさんもいたの？どっちもシャワー側にいた気がするな。ね、ゲンさんはシャワーからメインへ、ガミはおそらく、あ、僕いや、ガミさん見つけてるんで、シャワーから上じゃない？そうなんですけど、これシェリフって言います？あ、僕、ガミさん、僕、あ、マジか。現行犯絶対でも僕見えてない。ガミさんが今下に立って倒れる瞬間に僕レポートしましたが、アーカイブの本タスクの上、ネロちゃんは絶対違う。とりあえず、はい、そうね、そんな感じ。俺がちょうど間のシャワーにいます。タオルタスク前。うん、鬼木どこにいますか今回？石油です。キッチン側から石油入ってます。キッチン脇人。うわ、右が誰いたっかな。ちょっと待ってよ。僕最後高田さんとアーカイブラウンジ君ぐらいで接違ってます。うん、で貨物方向行って配線やって終了。そういうことなくね。だって高田さんシャワーにいるんでしょ。俺シャワーのあのタオルタスク前にいるよ。どっから来たの？最後じゃないでしょ。アーカイブ、いや最後ってあの多分最後の死人ですよっていう。ああ死人ね。はいはい。あ、うわ右結構人いたんだけどな。まあ、とりあえず現行犯で弾ける人とかっていなさそうか。全員浮いてますこれ。ごめん位置もう一回。アーカイブの本タスク拾うところの上。真ん中の上。サントスさんは実視点で無理かな。無理だよね、サントスさんしてもね。無理。どこにいるんですか？ナナコさんがエンジンからコミュニケーション廊下の方に入っていくのを私が見送っているので、さすがに届かない。はい。サントスさんどこにいるんですか？私ミーティングまで行ってます。ケインさんは停電になる直前ぐらいにシャワーの扉を開けてメインホールに入っていった。だ停電中ぐらいにメインホールにいる、ケインさんは。違和感ないです、それは。は今日はごめんなさい、武雄さん釣りになっちゃうと思うんですが、ちょっと待って、サントさんっていつミーティングに行ったの？いやもうだいぶ早くっていうか、エンジンで七子さんと、その別れた後に宿舎前通って、私が抜けた後にドアが閉まってはしごを登ってミーティングの配線で終わりです。配線はできてないです。なるほど。まあミーティングのドア閉まってましたね。じゃあちょっと閉まって、ちょっと僕話させて。てかガミさんが切られたことによってガミさんは僕してマットかなと思ったんだけど、まあちょっと分かんなくなったから、とりあえず所定で考えると伊豆さんしか僕の狼道いないから、僕を釣るんだったら次伊豆さんって言ってほしい。じゃあ OK？ まあガミゲンが死んでるからそうですよね、うん、いやもう所定で考えた方が多分詰めやすいと思う。武雄さん今の最終位置ってどこでしたっけ？石油。石油。いやガミさんが死ぬんだったら伊豆さん釣れないっすね。伊豆さんの情報
ガミさんが死ぬんだったら伊豆さんってできなくなるっていう話になってるはずだから、武雄さん視点の話でね。でガミさんがマットだとしたら、鬼騎視点で、落ちてるんで、はい、鬼騎士店でガミさんがクルーだった場合伊豆さんができないっていう情報が出てたじゃないですか。言ってましたよね、絶対。そうだから、鬼騎士店でガミさんが落ちてる場合、あ、ガミさんでマットが落ちてる場合、2浪残ってるかもしれないけど、陣外が残り2で7人盤面なんで、うん、あんまりここ僕は釣りたくはない気がするんですけど、どうですか、わかんない、うん、鬼騎士店ガミさんが来るの場合伊豆さんができないっていう主張だったから、なんかレアキョンやったらガミさん強靭で噛まれてて、僕が狼ぐらいしかないですよね、武雄さんって。そう、うん、鬼騎士はそうだよね。でも言ってることは変わったなって思いました、ね、うん、そうだね、まあ、だとすると、うん、ガミさんがマットだとすると7人2浪盤面なんで、無理して釣る必要はね、ボタンしっかり押せれば大丈夫かなっていう、まあ、俺の情報が参考になるか分かんないですけど、ネロちゃんがさっきの両キル白、高田さんがメインの方に行くゲンさんを見てる、まあ、僕もゲンさんはそっちの方に似てるなって印象で、プラス、ガミさんが超直近で、その前にネロちゃんがヌーン右から左に乗ってるのを見てるから、うん、ネロちゃんは両キル無理です、うん、でも神でキルできる人物って、僕さっきのターンエレキにいたんすよ、うん、でエレキ今回なんかぐるぐるみたいになってて7-8-9-6-3-2-1-4-5みたいな感じの、はい、構成で、そうで7番から石油に行けるっていう感じなんですけど、エレキ一回僕袋小路の方に間違えて行っちゃって、で戻って最後はしごの下まで行ってるんだけど誰とも会ってないんで、基本エレキ側には死体はないですね、まあ、ゲンさんはメイン化エンジンだね、多分、うん、多分エレキには来てない、もしかしたら石油に行ってて鬼気が切ってるとか、そういうパターンもあるかもしれないけど、七子さんに対してアーカイブ側のキルは否定したんですけども、エンジンだった場合七子さんは切れます、ゲンさんがあるんで、うん、っていうのを言っときます。このターンエンジンで湧いてエンジンキッチン、エンジンコミサボカーの扉とかを見れた人がいたら無理になるけど、まあ見てないけど、コミサボは多分下と左はいたかな、右だけ、そうでしょ、右だけ待ったでしょ、だとしたら俺エンジン側に行けない人物なので、そのキルは不可になります。え、でもキッチン側抜けてベントがあるから扉で確定にはならないんじゃないと思っちゃって、まあそれはサントさんもそうっすね、あ、同じく、そう、私も、うん、一旦ステディですけど、ボタンある人ちょっと押してほしいかなぐらいかな、これは使ってます、これボタン押したいな、たさこ7個、お、伊豆さんのマットが否定された、ナイスだね、はいはいはい、伊豆さん直したよね今ね、はい、僕マット否定しておきます。そのじゃマットが否定された。ってなると武雄さんクルー視点、クルーの場合を考えると、ガミさんマット伊豆ズロープラス1ぐらいしか。停電直しに行こうとした感じですか。誰？ネロちゃん。いや。ミーティングでなんかはしご上で U ターンしてませんでした。してない。登ったてくかじゃん、え、何してたんですかじゃん、え、普通にミーティングタスクしに行こうとしただけだよ、ああじゃあ登ってただけ、うん、でもネロちゃんって誰かからなんか両キル無理って言われた、僕から、伊豆さんから、伊豆さんから、強靭があるかもしれないけど、あ、いやだってあのターン、あのターン停電直したの俺だよ、あ、そうなんや、超高右で、うん、その前のターンも直してる、うん、じゃあ僕じゃあもうネロちゃん隠しろ、うんうん、伊豆さん、はい、あ、ネロちゃんがローがある場合は伊豆さんのローだから伊豆ネロのローしかないね、うん、ネロちゃんがインポスターの場合はね、ただ初手切りは無理なので、うん、伊豆さんが、あ、伊豆さんじゃないネロちゃんが、うん、伊豆さん初手切りって否定されてる、いや、できますよ僕、僕は畑さんをはじってるだけで、
あれさ、竹尾さんが言ってたやつです。ガミさんのバイタル心前提でいけばできないって感じですよね、うんうん、さっきの2キルで隠しを出る人って誰でしたっけ。いないのか。ないんじゃない。ナナコさんが厳しそうって話だよね。いや、ナナコさんは、いや、ナナコさんは原産ができる先で、高田さんからの情報でエンジンまで行けそうなんですよね。道場方が全然行けるよって言ってなかった。誰もいないの、切り替わったのは事実だと思う。俺は別にキッチン側抜けてキッチンからベッドでエンジンに行けるルートは、そう、ただアーカイブ側は絶対に届かない、うん、伊豆さんが死体レポート光ったって感じ。多分原産マジで容疑者位置広すぎると思う。そうね、アーカイブ側の容疑者誰なんだっけ。アーカイブ側の容疑者はね、俺と伊豆だと思ってんだよ。だから普通に伊豆竹かなって現状俺は思ってる感じ。それって弾いてもらえます。畑迫ってどこに入れてたんだっけ。いや、アーカイブで、アーカイブラウンジ付近で高田さんとすれ違ってラウンジ行って貨物の配線やって終了なんですけど、一応戻れば切れる位置だなと思ってたんですけど、自分は。そうか、だから高畑伊豆だね多分。でも伊豆どっから発見になっちゃう。僕昇降機右でヌーン移動してるネロちゃんを見送って戻って発見です。でなんかシェリフみたいな弾け方をしたなと思ったから、最初シェリフいますかって感じですね。そうか、現行犯やと思ってたんですけど、結局見られてない人がいっぱいいるから分かんないですよね、まあ、そこは。ってことは竹尾さんも浮いてましたよね確かに、うん。まあ、初手で考えたいよな正直な。あんまり俺は鬼木クルーの視点を追ってなくて、基本はどこかしらでやっぱインポスターを決め打ちしなきゃいけない場面があると思ってるんだけど、俺は割とやっぱ初手含めて、2キル目も浮いてるっていうところから、鬼木はインポスターで硬いんじゃないかなとは思ってはいる。まあ、タスクは終わったんでね。おい、うまい。おう、上手、お上手。ナナコさんはエレキにさよなら。これボタン押してるよな確かな。高田さんボタン押したもんね。あるやんか、ボタンあるやん俺。おお、あら、俺初手防してたんでボタンないです。助かりました。俺も終わってます。次で終わります。あと2個です。私が多分一番遅い。いや、俺も長いです。あと4つあります。頑張れ。正直落ちてるかなって感じしますけどね。うん、ちょっとやっぱシンプルに考えたいよ。エンジンで自分の時の記念ミーティングいきます。はい、破壊図両方人外か。いや、鬼木人外で置くんだったら伊豆さんってあんまり人外にも言えないけど、まあシェリフいますっていう、シェリフ炙り出しぐらいか。やるか。うおー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 、今この時間で、今この時間からダウンロードを始めるやつはいない。ああ、さすがに来ない。ネロちゃん、ああ、ネロちゃんね、エンジンの真ん中じゃない。ナナコさんと一緒にエンジンの中、配線か勝ちのとこでわちゃわちゃしましたけど、わちゃわちゃしてた。うん、カメラエンジンで。タスクどうすか。終わりました。ます、あと1個で、ボタン入れてくれれば。ボタンある人います。あるけどアップロードだから多分行きません。ああ、まあでも結局1キル2キル入んないとあれなんで、まあ3キル1分半か。まあ僕は竹尾さんで1インポスター落ちてる進行を取りたいと思ってるんですけど、大丈夫ですか。それはもう大丈夫だと思います。え、七子さんは ないですか、ネロちゃんのことは。ないっす。あの停電になったので停電中に、俺はあのキッチンの方に停電直しに向かって、それ以降ネロちゃんを侵入していないです。タスクのなさそうな人物でした、ネロちゃん。
俺も伊豆さんも手で直してるから旗伊豆はないですよ。あ、旗伊豆の、まあ、ローローのパターンしか。ローマット、まあ、それこそなんか竹雄さん来る、神さん強人のパターンのみですね、僕らだからもうトップになってるはず、まあ、そうね、竹伊豆で確かにローローでローラーされるとまずいから伊豆さんの白だけ出してっていうで、伊豆さんもシェリフで死んだっぽいって話をして、あの隠しを取りに行くっていうのはなんかストーリーとしてはなくはないなと思ったけど、どっちかっていうとサントスさんの方が人外目高いかな。じゃああと1個で終わりました。サントス人外でさっきのボタンって炭じゃない？まあそうだ、そう、まあそうね、めちゃくちゃ思う。それもそうか。え、さっきのボタンって、あ、さっきは皆さんその1個前、1個前か。でもその7人、うん、おたけ釣った後の、うん、平和ボタン。確かにね、炭ボタンだと思っちゃうけど、まあまあわかんないけどね、負けにいったボタンになっちゃう。サントさんが白か黒か、この後のタスクの進行で分かりそう。サントさんが陣外やったらタスクで絶対終わるし、終わらなかったら一番かかるからタスク優先になるはず。サボ直さないでいきます。どうしても押さなきゃいけない。そんなタスクやばいのにカメラ見てたんですか？確かにカメラ見てたのか。もうね、いや、石油のテープ以外もう、ね、届かないとこにあったから。なるほどね。うん、なるほどね。それはわかる。まあ、シンプル剣士という可能性もまあなくはない。加算はマット寄りかなと思っちゃうの。ああ。伊豆さんに視点を向けようとしてたのは、なんか高田さんはマットの方かなって思っちゃったけど。梅健さんで落ちてんのか、黒猫が。マットいないんや。なるほど。高田さんがどうだった。これが一番遅かったんだ。ガムさん切るってどっちですか、サントス竹雄。あ、僕。あ、竹雄さんか。全然見えなかった。もうみんなすごい真実言ってるからいない気した。